今年初めての一桁です。東京都で今日新型コロナウイルスの感染者が新たに9人確認され、今年に入って最も少なくなりました。先週の月曜日より8人減り、16日連続で50人を下回りました。また重症者は昨日と同じ14人でした。